貴様のせいでグレイは大使館で必要なものを手に入れた。奴はウイルスを確保しに向かっている。 ISA は秘密施設をすでに制圧している。グレイは少年の体内に隠されたトリガーを手に入れた。それを使ってウイルスを活性化させ生物兵器を生み出すつもりだ。奴はウイルスの感染力を高めたらすぐに使うだろう。止められる機会はこの1回だけだ。サビッチはウイルスが保管されている保管庫のコードをグレイに教えなかった。知っているのは貴様だけだ。だからこそまだ生きている。グレイの手下が金庫をこじ開けるには時間がかかる。先に中に入れ。ドロップシップでそこまで送り届け、部下に施設の防衛網確保を手助けさせる。その後保管庫に行って開けるんだ。ウイルスのサンプルを手に入れ、残りを爆薬で爆破しろ。さらにもう一つ依頼の達成条件があるぞ、傭兵。グレイ召喚を確実に殺せ。So...
爆弾の設置は終わったか？もう少しかかります。急かさないでください。デッキで敵襲があった。できた。やめてくれ。私はただの科学者、研究者だ。選択肢はなかった。救出を通り抜けろ。了解。作業を続ける。問題なし。オールクリアだ。
敵を発見したらすぐに応援を要請しろ。了解です。敵だ敵だ。くそくそ。よく見とけよ。俺も最後はこうなるんだ。ドリルチーム、保管室は空いたか？もう少しかかります。続けろ。そちらに増援を送る。使えば役目は終わりだ。裏切ろうなどと思うな。あと少しだ。今からウイルス ID をそちらに送る。UAV 起動。クレイの到着だ。入ってくるぞ。いいか、確実に殺せ。2つ目を設置して外に出たら爆破しろ。バルチャー UAV 損壊。3階探せ。いるのは分かっている。だなクラーテックにまで雇われた。岩の出来たでの戦闘は無意味だったと。ヘルガストの脅威を終わらせれば全人類を戦争から救える。私のウイルス平和を見つけ次第殺せ。
爆破しろ。衝撃で ISA の爆弾が全て爆発する。